今日晴れすぎだな。しかし。お笑い芸人の彼女です。チップさんのマッキーです。マッキー、もうずっとマッキーです。この動画がいつ上がってるかわかんないんだけども、僕たちその例のあいつと戦ってまして。ブレーキによって君の座椅子は動かされた。黙れ黙れ5年も付き合ってるとね、今年で6年なんだけどね、もういろんなものが似てくるんだよね。似てねえからはだるーだるー。マジで最初はさ、なんかこうさ、同じじゃねみたいな、キャッキャン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 、そうキャンキャンしてたけど、やっぱそのずっとさ俺だけだったみたいです最初の方かわいそうにね。あ、学生さんだ。お笑い芸人の彼女です。集中、はい、兄がいるんですけども、その兄がね、うん、私が運転して兄が助手席な時に、うん、めっちゃ邪魔してくんの。ういういとか言って、で、え、やめてみたいな、わーってやったら集中って言ってきたら超腹立つじゃんそんなの。それをやった昔ね、ちょっとあったってことね。つい最近なの、運転できるようになってるね。もうだって7年とか経った。そうだった。殴っちゃおっかな彼女だけど、殴っちゃおっかなあ、男女だから、その兄弟喧嘩も男女いや、懐かしい。男女え、この分かれ道どっちか分かんない。分かんない僕がどう可愛いと思ったのか説明してみに。してるそうだ、あのさ、あの、さ、そのさ、そのギャルのセーフインザーシンさ、そのか、そのさ、ちょっと話が喋れよ、ちゃんとちょっとさ、さっきのさ、あの、兄弟の話に戻ってもいいよ。もう、俺ら男兄弟だから。男。そう、俺らは、うん、俺の方は。俺らのやり方。ガッドジェーン、ね、ジャーラス、誰かご乗車したい方は挙手をしてくださいね。さっきの喧嘩もそうだけどさ、なんか俺ら喧嘩するときに兄弟ってどっちかが最後やってから終わりがいいのよ。わ、うん、かる。でやだ、もう終わり終わり終わり、そう終わりみたいな。私が最後、ね、やめて、終わり終わり、これこれこれをあの本当に兄弟でずっとやってて、でもわかるかも、あのマジで最後がいいの。自分が最後もう嫌なんだけど、もうそのやり取りも嫌なのに、マジで自分が最後がいいの。分かる、自分で終わらせたいの。そうそうやってたわ、私も。すごい風が吹いている。どこで最後に俺らでたどり着いた結果が、うん、やってて、俺こうやっててこうやって最後みたいなことやるじゃん。で俺が弟だとしたら、手をこの拳銃の形にしてバーンってやるって弟はそれでバーンってやって、俺が最後っていう、弟はその何も危害を加えないやり方を編み出してで俺はそれでも別にもう俺物理的に最後だから、俺はなるほど、ね、お互いにミンミンになって、もうずっとそれやってて、その可愛いでも結果多分弟が大人だったんだなっていうのがあった。いいよ、もうバンそう、俺何も思わないもん、バンそうだよね、兄弟の話でしたけども、せーの、はい、ということで目的地に着きました。はい、こんな感じで、まあ、ドライブのあのいい感じにあのやったけども、兄弟の話で終わっちゃったね。終わっちゃったね。ラフなドライブでした。それでは皆さん、この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いしまして、 SNS のフォローもよろしくな。いやSNS のフォローもよろしくお願いします。今のはなかったかったです
しません、使わせていただきました。やめてください。はい、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。え、おじいちゃん大丈夫？すごい遅い、おじいちゃんと頑張れ頑張れ。